源氏絵とは、源氏物語を題材とした絵画のこと。ただし、江戸時代には、竜帝種彦作の豪漢、偽紫中、源氏を題材とした浮世絵のことも称した。源氏物語絵巻竹川徳川美術館像。髭黒大将の維持である姉妹が豪う打つ様子を、倉人少将が好き見する場面。姉妹の周りには女房たちがかし付いている。紫式部を作者とする。 源氏物語は成立して間もない頃より、その評価は高く、紫式部の日記、紫式部日記にもそれは伺える。この、源氏物語の絵画化がいつの頃より行われたかは、正確にはしがたいが、それはかなり早い時期のことだったのではないかと言われている。現存する記録の上では、源の諸時の日記である、長周期、幻影2年11月27日の上に、 白川院と中宮明子との間で、源氏絵を制作していたらしい技術が最も古いが、これは、源氏物語が成立したと見られる年代からおよそ100年、後のことである。この、源氏物語の絵画家は、源氏絵の名のもとに、日本の絵画史に一つの流れを作ることになる。現存の源氏絵としては、現在徳川美術館と後藤美術館を中心に所蔵される、 源氏物語絵巻が最古である。この絵巻も12世紀頃の制作で、当初は、源氏物語54条10巻あるいは20巻に、したものではなかったかという。絵に付随する言葉書きは、金銀の白や染色によって、微礼な装飾がなされているが、それら言葉書きには、複数の人物による筆跡が見出される。その中の一つに、藤原のりの筆になるものがあり、それにより、 小松茂美は、この現存の源氏物語絵巻は、小白河院の下で制作されたものであるとしている。源氏物語絵巻あずまや、一徳川美術館像。中の君が物語絵を浮船に見せる場面。画面左下、次女に髪を透かせているのが、中の君。その、向かい斜め右上が浮船である。白落が激しいのでわかりづらいが、浮船が冊子状の絵を眺め。 その前にはさらに違う、冊子本や巻物が置かれている。中の君と浮船との間にいるコンという女房は、これも、冊子と見られる字だけの言葉書きを手にしている。ただしこの源氏物語絵巻は、実は、本来絵と言葉書きとは、別々になっていたことが指摘されている。いずれの絵もよく見ると、およそ20センチメートル幅で均等に折り目がついて、いるのが認められ。 これは絵にあたる部分を折り本にし、言葉書きの方は一続きの巻き小本にしたもので、鑑賞する際は折り本形態の絵を眺めつつ、他の人物が巻き小本の言葉書きを手で右から左へと繰りながら読み上げたのだという。これはこの絵巻きの中にも同じような場面が描かれており、徳川美術館像のあずまや一には中の君が イボ妹の浮き船を慰めようと物語の絵を見せる場面が描かれているが、それは浮き船が冊子状の絵を眺め、傍らにいる女房が字だけの冊子、すなわち本文を持ち読み上げている。絵巻物といえば、言葉書きと絵が交互に現れる巻小本の形態であると一般には理解されているが、古くは言葉書きと絵とは別々の巻として制作されたものがあり、 後世それが現在見られるような言葉書きと絵が交互に張り継がれる形態に直されている。現氏へニューヨーク公立図書館像。室町記のえと呼ばれる作例で、彩色のない白描画である。画像は若紫にあたる部分。端末に天文23年の奥書きがある。古今著文集には上映2年の春。 御堀川院の御所において、源氏絵十巻が調整されたことが記され、これは藤原定家の日記、赤月記にも触れられている。さらに、室町時代の関門日記にも源氏絵についての記録がある。室町時代には、さえと称する天地の幅が狭い絵巻物が作られているが、その中には源氏絵の作例も伝わっている。源氏絵は、こうした絵巻物から、 後の色紙絵などの画題として伝わる中で、絵画化される場面やその構図が次第に固まっていく。源氏物語画上、若紫色紙絵の例。光る氏が、まだ幼い紫の上を垣いまるところ。戸佐光機筆。鎌倉幕府将軍の宗方新能の御所には、色紙形に、源氏絵を描き、それを屏風に張り混ぜたものがあったという記録がある。色紙形とは、 本来、屏風の上の方に、その屏風の絵の内容に沿った和歌を記した部分のことだが、これはその、色紙形の大きさの紙に、源氏絵を描き、それを屏風に貼り混ぜたものであった。この、色紙形は20センチメートル前後四方の大きさの、紙で、これに絵を描いたものを、色紙絵と称する。この源氏絵を描いた色紙絵は後に、室町時代以降には土佐派の絵師などによって盛んに、 描かれるようになり、それらは画像や屏風に張り混ぜるなどの形で残されている。また、現氏絵は奥義に描く絵の題材にもなった。現在大阪四天王寺をはじめとする書書に造される、千面北家行冊子の中には、現氏絵を描いたものがあるのではないかと言われているが、明確な記録や作例としては中世以降のものがある。上で取り上げた、関門日記や室町時代の公家、 三条西サネの日記、サネ後期には、源氏絵を描いた扇の地紙を貼り混ぜた屏文について、記されている。また近世には、タワラヤ・ソとその工房で制作された扇について、金像氏、蓄細に記述があり、扇は、とタワラヤが、源氏の夕顔の巻き、絵の具を明かせて描きたりけりとある。当時の京都において、タワラヤ・ソとその工房で描かれた。 源氏への扇が評判になっていたということである。源氏物語数秒部ホノルル美術館像。桜の花盛りの自分、領事のため北山に赴いた光る氏が、光達や想図も交えて、楽を奏で、ささやかな縁を催す若紫の一場面。土佐光義筆。源氏物語の絵画家は当初絵巻物などの小さな画面で鑑賞する形をとっていたが、やがてこれが、 屏風や襖といった室内装飾の課題として取り入れられた。つまり絵巻物や刺し本よりも大きな画面で干渉され、生活の具の一つとして用いられるようになったのである。土佐派の絵師、土佐光つは色紙絵形式の源氏絵を多く残しているが、一方屏風絵もその工房の作を含めた作例が残されている。源氏絵の屏風は上でも触れたように、 胸型新能の御所の屏風の例があるが、これは、色紙絵を屏風に貼り混ぜたものであり、現時絵が、屏風や襖の全画面を使って描かれるようになるのは、室町時代も末になってからのことである。また、金箔を多用した、金癖小壁画として描かれるようにもなる。ただし、それらは一つの画面に一つの巻の特定の場面を描くというよりは、複数の場面を同一画面に描くといった作例が、 多い。例えば、源氏物語54条を、屏風に各く上一場面ずつを、同じ画面の中にそれぞれ描き、金箔や金霊で表した金雲で、各場面を区切るというものがある。源氏絵は土佐派だけではなく、仮の派も主要な画題の一つとして描いており、障壁画においても仮の派による、屏風等の作例が多く残されている。他に土佐派や仮の派以外では、 タワラや宗達による、源氏物語図表部が名高い。源氏物語の人気は、江戸時代に入っても衰えることはなく、その教授は、従来からの教養層である公家や、武家以外にも広がった。女王三年、牧江市で廃人でもあった山本春政は、挿絵入りの半本、絵入り源氏物語を刊行する。全60巻、挿絵の数は226図にも及ぶもので、 以降、聖徳年間に至るまで上方と江戸において再販された。この英源氏物語の挿絵は、この後に出版された源氏物語の注釈書や公害書の挿絵にもその図用が流用され、その中には当時の浮世絵師、菱川諸信によるものがある。他にも、江戸で刊行されたものには、諸信風の挿絵が入れられている。これら半本の挿絵は、 それまでの土佐派の制作した色紙絵などの図用に習ったものもあるが、中にはそれまでの源氏絵にはなかった場面の選択や構図も見られる。こうした伝統的な図用の源氏絵は浮世絵の題材にもなり、諸信より後、石川正信や西村重長、また初代、歌川報告や歌川広重などが、揃い物の源氏絵を手掛けている。しかしそれらとは別に古来からの図用そのままではなく、 源氏物語の登場人物などを、東西風、すなわち当時の江戸時代の風俗で描くといったものも、あり、鈴木春信などが、東西風の源氏絵を描いている。尾方結構は、源氏五54条と大し木版による揃いの源氏絵を、描き、その構図や描写は、従来からの源氏絵とは一線を隠すものと、表されている。また、梶田た半子も、 源氏絵54条の絵はがきを刊行しており、これとは別に色紙絵に描いた揃いの源氏絵も残る。それらも従来からの図用を離れ、藩古自身による徹底した夕食古実の研究と、装束などの実物に対するデッサンによって作り上げられたものであった。他にも、上村松園や安田幸彦による作など、明治以降においても、源氏物語の絵画家は絶えることなく、 現在にまで続いている。紫式部源氏カルタ、若菜登る、ニ紫中源氏による、源氏への作例。二代目、歌川国貞が、文政十二年に刊行された、竜帝種彦による長編の交換、偽紫中源氏は、当時の人々の間で人気を博した。これは、源氏物語を本案し、光源氏にあたる将軍。 足利義政の子息、足利光主が活躍するという内容で、その4編三38冊の差し絵を多川国貞が描いたが、これも源氏絵と称して浮世絵の画題の一つになった。またこの田舎源氏による源氏絵は、当時の江戸城を奥における徳川将軍の華やかな生活にも固くされ、絢爛豪華な源氏絵が豊原国地など多くの浮世絵師たちの手によって、 描かれている。幕末の浮世絵師で、この田舎源氏に基づく源氏絵を手掛けなかった者は一人もいなかったと言っても、良いくらいに、この大奥風の風俗画が大流行し、明治期の感情や宮廷の様子などを描いた浮世絵にまで影響を与えた。ありがとうございます。